どうも、ナスビーです。回想編が終わって半年後に戻りました。記憶を取り戻した闇落ちゴリスの運命やいかに。Piers, sir? What happened to Ada Wong? You remember?Captain? Where is she? She's leading Neo Umbrella. All these terrorists. She in the city or not? She's been sighted several times since the attacks began. Yeah, she's here. Tell the men we're moving out.トラウマ追体験でやさぐれゴリラから復讐ゴリラに変異、制御不能のゴリラ型 BOW となったゴリス隊長、回想編のショットガンがしれっと追加されてるのは仕様です。Alpha to HQ, we're engaging a hostile. Piers, Marco, everyone on me! We're going after that thing!You heard the man, people. Let's move! 半年前壊滅した隊員たちに代わり、新編成のスーサイドスクワットが任務に当たる、ゴリス隊長が率いる時点で隊員死亡率 99%。この先で起こることもゴリスの精神をえぐることになる。せめて公園でささやかな気分転換をしていこう。見ちゃいけないものを見てしまった感ある。他の隊員たちも必死に目をそらしている。うちの隊長とうとう頭までゴリラになった。そんな現実を直視できる隊員などいなかった。バイオ5と違い6のゴリスは直球のネタが少ない。おそらく完全にふざけているシーンはここだけだろう。まあ5同様に大真面目にふざけてるシーンならいくらでもある。シリアスな笑いはゴリスの持ち味。今みたいな直球ネタは逆にプレイヤーが冷める可能性がある。俺って面白いだろみたいな痛い感じになる可能性がある。自分で文春法とか言い出した週刊文春的な感じになる。そんなゴリスは誰も見たくない。いや誰も進んでませんが、結局お前らゴリス隊長が先行するの待ってるだろ。危険な役回りさせておきながら犠牲になるのやめろ。何のために一番体張ってると思ってる。少しはこの努力が報われてもいいだろ。結局誰一人ついてこれない。一人で一人散らしてる人みたいになるだろ。こんなに気合い入れてるのに空回りとか見るに耐えない。後ろから見てるだけのピアーズも嫌味に思えてくる。お前らのそういう態度が隊長を追い込むんだぞ。どうせ犠牲になるなら隊長をかばって名誉除隊にしてほしい。意味もなく犠牲になる隊員が9割を占めている。いやなんで降りるの?これ登りきって上から撃った方がいいでしょ。こいつらもなんで血のりを捨ててわざわざ降りてきた。はしご登ってる最中の敵なんてかもでしょ。なぜそこを襲いに来ない。いやまあそんなことされてもクソゲだけど、高い知性を持つと言われるジュアボの株がどんどん下がる。ドアの向こうで騒ぎすぎでしょ。せっかく待ち伏せできる状況なのに、わめき散らして色々台無しになってる。喋り声がやたらでかいのは中国人個性なのか。たとえ人種に紛れてても、中国人の一団は声がでかいからすぐ気づく。バイオ世界でもそれが反映されているのか。これで殲滅完了。結局すべて一人で片付けてしまった。ここに救急スプレーがあるのはつまりそういうこと。この先クソゲ注意。相棒のサポートなんて幻想だと気づかせてくれる。
They went missing 6 months ago in Adonia. だけの隊員たちと共闘イベント、向こうが中身入りでない限り、どれだけ火がってもあの爆発するは生き残る。結局ジュアボたちはあの爆発するをどうしたいのか、完全に殺しにかかってるようにしか見えない。そんな逃げ場のない気持ちでヘリまで動員して防衛してるのに、たった2人すらどうにかできない無能集団。状況は考慮せず中身入りのプレイヤーを狙ってくる。下のバカップルはそれなりに戦ってるのでまあいいが、こちらはピアーズもモブ隊員もカカシ同然。この大量の敵を一人で裁く必要がある。下手すると弾切れの危険すらある。キャプテン、キートン here. I can't reach those two on the radio. They're not responding. What should we do? We wipe out the hostiles. After that they're on their own.ハーレムのレオン編ですらイチャついてはいなかった。あいつらシナリオ進むほどにイチャつきやがる。それに比べプロローグの時点でハードすぎるゴリス編。お前らゴリスに恨みでもあるのか。ちなみにここからしばらくはただ打つだけ。非常に単調なのでしばらく実況放棄します。Never seen a mutation like that before. Reed, uplink a reading to HQ. Already on it, sir. Careful, suckers can really jump. Don't let up. These assholes have killed enough for one today. Cover them. Drop all those Juavas. これでようやく終わり、真の視聴者には内なる実況が聞こえたはずだ。ミサイルは直撃じゃない限りノーダメ。なおムービーミサイルは 100% 外れます。 The chopper's pulling back. That'd be too easy. Come on, keep moving. Captain, we should escort those two out of here. They'll never survive on their own. We're moving out. Let's go. We're gonna blow the door.復讐者とかしたゴリス隊長の目にはバカップルなど映らない。Interesting. Their legs are like a grasshopper's. I don't care what they are, long as they stay dead when you kill them. よくアリが人間サイズになったらヤバいパワーとか言うが、昆虫が人間サイズになったら重力でまともに動けません。生理的なキモさが増すだけです。
人間サイズのゴキブリがいたら発狂するだろ。しかしでかくなる弊害でスピードスターではなくなる。もしシモンズ最終形態にたかっていたのが、ハエではなくゴキブリだったら、いや考えるのは予想。シモンズは質量保存と物理をダブルで無視していた。あいつならスピードスターのまま巨体に変異するかもしれない。核混成ヘリ終了のお知らせ。レオン編にはなかった殺意の高い兵器。The chopper's back to finish the job! HQ, come in! This is Alpha! The chopper's targeting us now! Everyone! Bring that chopper down and bring it down hard! そんなこんなでカカシどもはさておき撃墜パート。弾速は前作より少しだけ速くなったが、重力を無視して直線射出される仕様は相変わらず。そして実はこのヘリ、作中最強のボス。機関銃だけでも厄介なのに、ミサイル奏者は謎の当たり判定を持ち、明らかに当たってなくても一撃で瀕死にされる。今のはフィニッシュブローの無敵で偶然回避できただけ。本来なら今ので瀕死にされてた。少年に数秒いると今のが何度でも飛んでくるので、ピアーズをおとりにしつつ側面か背後で位置取る。はしご付近で上り下りして車線を遮るのも大事。このくらい徹底しないと本当にクソゲになる。しかしピアーズが無駄についてきてしまうため、おとりにしようとしてもできない。地道にチャンスを伺うしかない。今お前地面越しにヘリ撃ってただろ。ブレランしかつかないの AI ならわかるだろ。しかも射兵物を理解できないのか。無能でもエイム力だけは神ってたシェバより劣化してるぞ。今のどう見ても当たってないだろ。バックエフェクトが存在しないが謎の攻撃判定はある。今のはギリギリでかすったのでこの程度で済んだが、大体食らうときは瀕死になる。そして相棒の救助が間に合わずにそのまま送る。それにしてもモブ隊員やる気なさすぎだろ。完全に硬直してたぞ。こんなの守れるわけないだろ。文字通りのカカシになってるだろ。Captain, we can't let them go. Our mission is to terminate the BOWs. But Neo Umbrella is after them. Our mission is to terminate the BOWs. I'm going after that BOW. Ada's not getting away with this. Captain, please, you need to think things through.クソモンス元いクソヘリを討伐完了。安心してください。一度あることは二度あります。では次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。